お疲れ様です。ケリーいつきチャンネルいつきです。高知競輪 G1、準決勝となっておりますのでね、気合を入れて、準決勝、展開予想していきたいと思います。まずは高知競輪500メートルバンク、直線角52メートルと長いです。1着の決まりで、逃げ17、まくり25、差し58。 二着の決まりで、逃げ11、まくり17、差し34、マーク38。直線がね、長いだけに、筋違いがしっかり入る、後輩糸が出るというね、バンクになっております。それでは10レース、メンバーを見ていきましょう。1番佐藤慎太郎、2番深谷、3番松浦、4番香川、5番吉田拓也、6番町田大賀、7番吉沢、8番渡辺雄太、9番新田雄大となっております。ラインを確認していきましょう。九番一番。 9番の新田に1番の佐藤慎太郎8番2番8番の渡辺優太に2番の深谷智弘6 3え六番の町田に3番の松浦4番の香川が固めます5番7番5番の 吉田拓也に7番の吉田淳平ということで2対2対3対2ライン4分線ですライン先頭を走る自力型比較していきましょう9番の新田雄大バック5回ホーム2回逃げの決まり手が1まくりが9差しが1マークが1まくりしぶきのオールランドプレイヤー8番の渡辺雄太バック8回ホーム8回逃げの決まり手が4まくりが5差しが2マークが0ちょっと前まではねまくり差しのような戦い方でしたけれど最近は調子上げてきておりますまくり先行で戦います 6番の町田大がバック13回ホーム12回逃げの決まり手が6まくりが1差しが0マークが0先行まくりで戦います。 5番の吉田拓也、バック6回、ホーム5回、逃げ抜き前手がに、まくりか4、差しが4、まくりか0、まくり先行、しぶきでね、えー、何でもしていくということで、まあ、ポスト平原ということでね、えー、その座を固めつつあるということになっております。スタートはね、これ本当難しいんですけれど、まあ、日体雄大5回持っておりますんで、まあ、佐藤慎太郎が取りに行くと、えー、9番、1番が前受けする。ならば2番の深谷がいますので、8番、2番が前中段、えー、3番が後ろ中段、5番、7番は 外枠を引いておりますね。後方から。ということで枠並みスタートになるのかなという気がします。赤番5ですよね。まずは5番7番がインを切りに行く,く。これで中段取り。6 3 4が切り替えて8番2番9番1番、えー。ジャンからホームにかけて6 3 4が主導権5番7番が指定やったり中段8番2番がいて9番1番。このメンバー構成の中でね、先行したくてしたくてたまらないのは6番の町田タイガーもしくは2番の深谷に任せられた。 渡辺優太、どちらかだと思うんですよね。えー、そして、まあ、高知で走っているライン3社のアドバンテージということで考えれば、まあ、6番の町田大河が何が何でも主導権というふうにね、考えましたので、ここは6番の町田大河の後ろ丸る3番の松浦。 2位予選は前をかばって中途半端なね競輪になってしまったというところがありますけれども、ここは準決勝戦、G1 の準決勝ですからね、決勝に乗らないと優勝もできないということがありますので、まあ、前をかばう余裕はないんじゃないかということで、目いっぱいね差し込んでくると考えましたので、3番の松浦から狙っていきたいと思います。人気のののの方方もちょっと、ね、落ととねね落ししててるのでいいいいんじゃないかなかそえは、まあ、9番のニッターここっていう時に、ね 必ず言ってくれますので、まあ、ここを、ね、マークするえー、1番のねえ。佐藤慎太郎が、えー、突き抜けてくるんじゃないかということでね。ねえ。混戦の時はまあ、1番の佐藤慎太郎からえー、9番の日体以外で入れば後輩等というところでまあ、狙っていきたいかなと。とえー。まずは3番の松浦から。 1>, 1番の佐藤慎太郎、2番の深谷、4番のね、香川をつけて、3から1、2、4折り返しで、こちらが本線です。そして3からの抜け、2者単で抑えます。8番の渡辺雄太、9番の新田雄大、5番の吉田拓也、3から8、9、5。 そして、こちらが私の中では穴なんですけれど、今のところ3連単 CG 率、まさかの一番人気ということになっております。1番の佐藤慎太郎から9番の新田優太、ここで入ればね、足し方なしと。ただ、イッ違いで入ってくれると後輩と、5番の吉田拓也、6番の町田大賀8番の渡辺優太に2番の深谷、1から9568にこちらの方で狙っていきたいと思います。 続きまして、11レースメンバーを見ていきましょう。1番小倉、2番新山、3番郡司、4番東口、5番森沢、6番北井、7番三谷、8番犬伏、9番成田となっております。ラインを確認していきましょう。 259。2番の新山に5番の森沢、9番の成田が固めます。8番1番、8番の犬伏に1番の小倉。6番3番、6番の北井に3番の郡司。7番4番、7番の三谷に4番の東口ということで、ここも3対2対2対2、ライン4分線です。ライン先頭を走る自力型、比較していきましょう。2番の新山、バック13回、ホーム11回、逃げの決まり手が5、まくりが6、差しが0、マークが0、まくり先行タイプです。8番の犬伏、バック16回、 ホーム13回、逃げの決まり手が6、まくりが2、差しが0、マークが0、こちらもまくり先行タイプ。ただ、後ろがね、ちょっと小栗湯ということで、徳島コンビなんですけれど、ちょっと小栗湯の出来が悪すぎるんで。 ここはね、犬串頭を狙いに行く競争しないと、えー、なかなかね、えー、着に絡まないんじゃないかなと。ましでは辛い、まくり一発というところがね、まあ面白いんじゃないかなと思います。6番の期待、バック22回、ホーム23回、逃げの決まり手が16、まくりが4、差しが0、マークが0、目下売り出し中の先行まくりということでね、まあ先行日本一の座を期待が取るのか、野口が取るのかというところがね、最近の私の中でのね、焦点。そこにまあ町田がね、どこまで食い込んでこれ れるのかというところでね、まあ先行日本一のね、エザをかけてえ戦いを挑んでいく、まあ119期ですけれど、まあ33歳。若武者とは言えませんけれど、オールドルーキー、ここに来たと。えー、7番の。 三谷、イバック4回、本3回、2への決まり手が0、マークリが10、サが5、マークが1ということで、えー、マークリ一発と、えー、6番と、まあ、8番が先行争いしてくれればね、マークリ一撃狙っていくんじゃないかというふうに考えております。えー、スタートタはー新三、ライが前受けしないといけないでしょうということでね、SS な断で2、5、9が前受け、そうなると1番のオグリューがいますので、8番、1番が前中段、6番、3番が後ろ中段、7番、4番が後方からの仕掛けになると。赤間で、まずは7番、4番がいい を切りに行きます。これ中断取り、まくり狙いたいですよね。6番、3番が切り替えて、8番、1番、259と。あとは6番が発信するのか、8番が発信するのかえ。この体制だったら6番の方が発信しやすいということで、6番、3番が主導権。7番、4番が指定やったり中段。8番、1番がいて、259がまくっていく展開となりましたね。もうこうなったらもう6番の番って軍事でしょうがないでしょうというね、まあ、安い経理になってしまうということになります。えー、ただしね、まあ、当てないと意味がないということになりますね。3番の軍事 ここを本線としていきますそして穴の場合ですよね6番3番8番1番が主導権争いそして3番の軍事が内にね包まれているという展開だったらこの男三谷隆起のまくり一撃が決まるんじゃないかということで穴、ね、は七番の三谷から狙っていきます。まずは3番の軍事から 軍事の後ろにはね、三谷がいてると思いますので、7番の軍事を一番人気にしてと。そして4番の東口の突っ込み、2番の新座のまくり追い込み、8番の犬伏がまさかのまくり追い込みということで、3から7、4、2、8折り返し前こちらが本線ですね。そして3からの抜け、6番の機体が粘りに粘る5番の森沢の突っ込みということで、3から6、5、こちらの方が本線からの抜けになってます。5番の森沢はね、なんかこうね、しっくり来ないんですよね。うーん 2位予選は1着取ってますけれどね、とういうことなのでえ、ちょっとここはね、私の中では評価を落としております。えそして で、穴は7番三谷の一発と、4番の東口はラインなのでつけます。2番の新山との力の両立、5番の森さつ込めるのか、8番の犬伏との力の両立、6番の機体が粘りに粘るということで、ね、7から4、に5、8、6度。まあ、基本的には私は穴をね、狙っていくということなので、薄く手広く貼っていきます。さあ、それではね、最終12レースメンバーを見ていきましょう。1番脇本、2番平原、3番清水、 4番和田健太郎5番胡椒6番久米7番浅井8番岩津9番真木となっておりますラインを確認していきましょう1五七、一番の脇元に5番の胡椒7番の浅井が固めます9二四、九番の真木に2番の平原4番の和田健太郎3 8 6三番の清水に8番の岩津 6番の組名ということで、3対3対3。綺麗な三分線ですね。ライン先頭を走る自力型比較していきましょう。1番の脇元。 バック9回、ホーム6回、逃げの決まり手が6、まくりが10、差しが0、マークが0、まくり先行タイプですよね。えー、ちょっとねうん、2日目はどうだったんでしょう。車体故障ということらしいですけれど、それ以前にね、まあ、新山との踏み合いのところでもっと本気で踏んでいればね、主導権取れていたんじゃないかということがあります。ちょっとねうん、思いっきりがなかったのかなという気がします。それだけにね、準決勝はしっかりと勝ち上がっていくレースをすると思うんですよね。9番の 1>, 1回ホーム22回、逃げの決まり手が15、まくりが3、差しが2、マークが0、先行まくりで戦います。3番の清水、バック5回ホーム2回、逃げの決まり手が0、まくりが10、差しが1、マークが0、まくり、一発狙いますと。まあ、主導権取りしたいのは9番のま木でしょうね。えー、それを1番の脇本、えー、3番の清水がまくるというね、えー、展開。まあ、これで決まりでしょうね。スタートは1、5、7で取ると。9、2、4が中断3、8、6と。赤番5、 一旦ね、386がしっかり押さえて中段取り、924が切り替えて157と。一番の脇元はもう7番手からのまくりというのをね、狙ってくるということなんで、ここは清水がね、軽く中段取れるんですよね。924が主導権、386が しっかりと中断157が後方からまくる展開とえ考えました、えー。まあ、ただしね、脇元の力っていうのは、まあ、私の中では評価しているということなんで、まあ、もちろんね、本命は脇元からなんですけれども、まあ、穴でね、清水をしっかりと狙っていって、え万が一え、2日目のような形で、市番の脇元が飛んだとき、後輩とになりますので、え後輩とをしっかりとゲットしていきたいとえ。まずは脇元からはちょっと絞っておかないとということがありますので、ね、まあ、後ろ 後ろの故障これは特注ですよね。まあ、1551だけでもいいような気がしますけれど、ね、1551を厚めにして、そして2番の平原、3番の清水ということでね、1から5、2、3折り返し線、こちら3連単で狙います。2車単で1番からの抜け、8番の油圧、9番の増すぎというところ、そして穴はこの男、3番の清水の先まくり、1番の脇元がなんか知らんけど飛んでしまったという時ですね。まずは3番の清水の後ろ、8番の油圧をつけて、2番の平原、 え、まつぎの番手から出てきますよね。え、5番の故障、変幻自在で突っ込んできます。9番のマスギが粘りに粘るということで、3から8、2、5、9、こちらの方を穴として狙っていきたいと思います。2日目のね、え、コーチの G1 ンというのは、まあ、直線が長いだけにかなりね、波乱があったんじゃないかと。え、特にね、SS 軍団がね、かなり苦戦しているということになりますので、まあ、準決勝も一筋縄ではいかないんじゃないかなということで、え、後輩とが出るのを期待して、 見ていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次のレースでお会いしましょう。さようなら